関越自動車道荒川橋荒川橋は埼玉県深谷市黒田と同市畑山の間の荒川に架かる東日本高速道路関越自動車道の道路橋である川口から、88. 8 8 8トルの地点に位置する総延長5 3 2 4 4 8ル上下線とも総福院1 5 4メートル有効福院1 3 7 5ル 最大桂馬長六町65.5メートルの都角間8、景間、陸上部2景間の PC 連続箱桁橋である。都角間の低水路の箇所は3景間の連続箱桁橋を2連、高水式の箇所は2景間の連続箱桁橋を1連で構成されている。路面は2%の横断勾配、0.5566%の縦断勾配が直線的につけられている。 橋軸の車格が河川の稼働に対してほぼ直角になっている。橋の前後は築定により接続されている。また、埼玉県の第一次特定緊急輸送道路に指定されている。管理者は東日本高速道路である。高速自動車国道の橋梁なので歩行者の通行を前提としていないため、路肩はあるが、歩道などの設備は有していない。 橋種の選定は指向性と経済性のほか、走行性が考慮され、基礎条件が第三基礎に属する左岸、霊岸層からなり、地質が良好なことから直接基礎を用いた PC 連続箱下田橋が採用された。東京寮は関越自動車道の前橋インターチェンジまでの延伸工事において、工事の資材運搬に供するため他の区間の工事に先行して工事が行われ、 橋梁の下部校は1974年に竣工した。橋脚の基礎である、橋脚フーチングにおいての天馬高は、最低下はどこだかに対して2.0メートルとした。橋梁の上部校の施工は1975年12月、開始され、20ヶ月の後期を要して1977年8月、完成した。施工は PS コンクリート及びオリエンタルコンクリート、 共同企業体が行った。高水式の 2K 間連続箱焦げは、フレシネー工法が採用され、全市事項を使用した、場所打ち工法により仮設された。また、低水路の3系間連続箱焦げは、リビダーク工法が採用され、ワーゲンを使用した型持ち量試工により仮設された。橋の完成後は、開通前までに走行試験が行われ、 それに伴い発生する低周波空気振動による環境への影響調査が行われた。また、開通当初は内側2車線分をゼブラゾーンで規制され、暫定4車線で運用された。1994年3月30日に6、車線化が行われている。1999年11月、橋の耐震補強工事が実施された2005年10月1日に、 日本道路公団の民営化により、東日本高速道路に継承された。開通当時は、花園町と川本町を結ぶ橋であったが、2006年1月1日の市町村合併により、両岸とも深谷市となった。渋滞緩和を目的に北側に隣接するインターチェンジに付随する加速車線及び、減速車線の延伸工事に伴い、2016年7月7日頃を、 目途に、橋の拡幅工事が実施され、2018年8月9日より、上り車線の供用を開始、同年12月14日より降り車線の供用を開始した。上流側より望む荒川と荒川橋周辺は主に農地であるが、アイリスーなどの工場が上流側に点在しているほか、ウガ側近傍の国道百四十五ワイパス沿いの花園インターチェンジから、 道の駅花園にかけて、ロードサイド店舗街が形成されている。その花園インターチェンジ周辺は、サグ部であり、渋滞が発生しやすいため、その対策が講じられている。付近の荒川には、埼玉県の指定天然記念物に指定された、青岩れ祈願が、東波市の上流側にある。下流側に1938年頃まで、黒田の私が存在し、また、 すぐ上流側に、鎌倉街道上道の都下地点に位置する川越岩があり、1947年頃まで赤浜の私が存在した。ありがとうございます。